トーチタワーとは、日本の東京都千代田区にある、東京駅の日本橋口前に位置する、大手町2丁目時和橋街区にて開発中の2棟の超高層建築物のうちの1棟である。時和橋街区では、東京駅前時和橋プロジェクトが推し進められており、当該の再開発地区、時和橋地区第一種市街地は、東京トーチと命名された。トーチタワーはその中核を担う、 超高層ビルである。2023年度の着工が予定されており、竣工は2027年度になる予定。完成すると、大阪市にある安倍のハルカスを超えて、日本一高いビルとなる。時は橋外区で推し進められてきた、再開発事業、東京駅前時は橋プロジェクトの関係権利者、筆頭である、三菱寺所は、再開発地区の正式名称を、 東京統治に決定した旨を2020年9月17日開催のプレス発表会でリリースした。同プロジェクトが建設しようとしている主な建築物は、それぞれ A 旨、B 旨、C 旨、D 旨と仮称されていた4旨で、このうち A 旨と B 旨が超高層建築物である。本校が主題とするのは、最も大きくて高層の B 旨である。 再開発地区の地名が東京統治になったと発表されたその日、歌唱されてきた A 棟及び B 棟の正式名称も合わせて発表された。A 棟は時は橋タワー、B 棟はトーチタワーとのことであった。B 棟の外観のデザインは全体的に松明のイメージが採用された。日本を明るく照らすという意味を込めたという、B 棟の正式名称も トーチタワーと決まった。建物の外観と同様、正式名称のトーチは、松明を意味する英語のトーチから取られたものであるが、外区の名称、東京トーチ及び外区のロゴタイプと同一コンセプトである。そのコンセプトとは、明かりであり、チャレンジし続ける情熱と炎そのものを想起させながらも、古来日本で健在となってきた銅にちなんだ色をコンセプトカラーとしている。 そのため、東京トーチのロゴタイプは、尺道色でデザインされているし、トーチタワーは、高層のホテルロビー界が尺道色に輝く外観になるようデザインされている。トーチタワーは、すぐ隣で2018年1月に着工された、時は橋タワーが完成した後、建設予定地に立つ朝日生命大手町ビル及び、日本ビルジングの二棟を取り壊し、 その跡地に建設されることとなる。地上高390メートルで、地上63階、地下4階の合計67階建て。地下1階から6階までには、約4500坪の商業ゾーンが整備される。3階から6階までには、現代の芝居小屋をモチーフとした約2000席の多目的ホールが整備され、時は橋タワーとの間に完成する広場との、 コンテンツ連動が可能なよう空間設計されている。7階から13階までは機械室、14階から53階まではオフィス用フロアが設けられることになっており、57階から61階までの高層階は国際級ホテルを誘致するフロアになる。ホテルのロビー階は外気を取り入れられる空間になっており、300メートル超の高さでありながら、 緑と風を感じられるようデザインされた。当地のイメージの具現化として、昼でもこの部分だけが灼動色に際立って見え、夜には明かりを灯したように輝くことになる。最上層の62階と RF は展望施設で、眼下の街並みのほか、遠く、東京湾から見張るかす富士山までを遠望することができる。これらのうち、多目的ホールとホテルのオープンスペースは、 コロナ禍を受けた後の新時代の社会に対応したものとして追加された施設であり、2020年9月17日に開催されたプレス発表会で明らかにされた。当地タワーの1階から8階へ続く約2トルの空中散歩道とその終着地に広がる屋上庭園を整備することも合わせて発表されている。ありがとうございます。